もうほんまにむちゃくちゃ偉そうな時期からね、もう下手したらもうヘッドロックとか来るな、お前来るなみたいなヘッドロックかけられたりね、なんちゅうの、風当たりが強い。あの特にね、塀の塀だ、特にでもないな。チャンネル登録お願いします。はい、こっち来い。スータマ、アジの天ぷら。うん？あ、靴下か。何か映ってる思った。麻婆豆腐。あ、これチンしていこうか。チンの方が絶対いいね。チンの方が絶対よろしいな。はい、ちょっと腹減った。もう呼ばれてます。ゼロです。ゼロ。アジの天ぷら108。今日ね、うわ、これもチンしたいな。なんかヨレヨレや。ヨレヨレ。全然パリッとしない。うん。最近吸うたまってたあかんな。今日売り場にね、あの本間におばあさん、あの昔で言う意地悪ばあさんみたいな、あのテレビでやっとったね、本間のおばあさんみたいな、最近いてないですよね、あんなおばあさんっぽいおばあさん、あの吉本で言う桑原和夫みたいな、本間おばあさんみたいなおばあさんがね、あの店員さんにクレーム言うてはった。なんかね、あのうずらの卵かな、なんかフライもんで、お兄ちゃん、え、お店の人みたいな食べてみみたいな、半上がっとらんで半分しかみたいな、で店員さん開けて食べてはった、うん、みたいな、なおばちゃん店員も寄ってきてなんか話してはった。はい、ちょっとチンしていきます。チンしてきました。熱、伝わります、これ伝わります、これ行さんのこの量感、伝わります、伝わらんかな、この量感伝わらんかな、余計ちっこく見える、結構な量ですね、これでなんと1ニッパ、激熱い、いただきます。激熱、中は冷たいんかな、うん、器だけ熱い、器だけが熱い、普通さっきのクレームの話じゃないですけど、私中央市場に20年ぐらいいてまして、で、なんちゅうたらいいかな、昔はいうか、メインは佃煮なんですね、佃煮屋さん。やねんけど、その佃煮だけで飯食えないので、惣菜も売っとったんですね。で、別に工場があって作ってるとかそんなんじゃなくて、あの、なんちゅうかな、買い売りって言ったらいいんかな。でもメーカーさんから仕入れて、それを前からあの小売屋さんに
下ろすっちゅうんかな、前とポテトサラダ、この1キロ入りのパックとかね、それをお客さんに売るわけですよ。だからメーカーから、名古屋のメーカーとか北海道のメーカーとか、まあ、大阪のメーカーもあるし、それがね、朝私ら開けるのは夜中の1時とか大体3時とかなんですけど、それまで荷物がドカンと来て、それを全部さばいて下ろしていくというのが仕事なんですね。だから作りはしてない、その中央市場辞めてから1年か2年ぐらいは惣菜屋にいとったんですけど、その時は作ってました、工場でね、自分のところで作ったお惣菜を、まあ言ったらその中央市場なんかに下ろしとったわけですよ。でね、そのやっぱクレームあるんですよ、めっちゃ言うかね、ようある、ほんまにむちゃくちゃあってね、もうそのクレーム処理っていうんかなはもう結構嫌やったね、ほんま嫌やった。そのまあ言うたら買い売りいうか中央市場の方は自分のところに非はないわけですよ。作ったメーカーが何かしか痛ましとって、それをもう私らが下ろしてるわけです。前からメーカーも責任あるけど、下ろしてるうちらも責任があるんでね。でお客さん、まずスーパーにも頭下げに行かなきゃいけませんよ。またスーパーが気づいてくれたらね、スーパーに頭下げに行くだけで済むんですけど、スーパーが気づかんと末端のお客さんのとこまで行って、そこで気づいたらもうそこも頭下げに行かんとあかんですね。だからいけてる、はい。だからそれがね、結構いうかめちゃくちゃしんどい、クレーム処理はね。そのスーパーさんに頭下げるのも嫌やし、嫌やしいうかしんどいし、末端のお客さんのとこに頭下げに行くのもしんどいし、だから末端のお客さんのとこ行くのはスーパーの人と一緒にね、2人で行くとかは多かったんですけど、その、まあ、鉄則やないけど、1人ではね、お客さんのとこに1人で行くないのは鉄則やったんですよ。お客さんは前いたら1人です、1人いうこと、まあ、1人以上のこともあるんですけど、まあおばさん1人なんですね。けどこっちはメーカーと卸問屋2人で行くとかね、前と卸問屋とスーパーの担当者と2人で行くとかね、その人数でっていうね、一対一だってやっぱりその感情的になるっていうかな、まあそんなもあるんでね、人数は多くで行くのがまあ鉄則やったりしてね。で、なんちゅうかな、やっぱ弱い立場ですやん、この卸問屋のメーカー、スーパーのやつらにしたらね、もう偉そうに言うてきるんですよ。もうほんまにむちゃくちゃ偉そうに言うてくるね。もう下手したらもうヘッドロックとか来るな、お前来るなみたいなヘッドロックかけられたりね。お前一番ひどかったんがね、ひどかったよ、記憶にめっちゃ、まあ、腐ってるとかね、髪の毛入ってるとかなんかしょっちゅうなんですけど、もうめっちゃ印象にあるのがね、ハエが入ってるって電話あって、でそこがよういびられとったスーパーやったんですよ。特に私よういびられとってね、で今度ハエが入ってるって、その生きてるって言うんですよ。生きてるハエなんかさ入っとるかん思うて、またこれほんまにかなんな思うて、ほんでそこスーパー行ったらね、まあ、お惣菜がこう1キロパックに入っとるんですよ。1キロパックで巻いたパックラップで巻いてるわけですよ。ほんでこうぴっちりきれいに入ってなくて、その四隅はこう隙間空いとるわけですよ。でラップしたんだけど、その隙間にハエがブワー回っとった、ほんまかな思ったけどね。いや実際見てそこほんまやし、ほんまにあれはびっくりしました。普通のハエが小バエとかじゃのうて、あれはほんまびっくりした。まあそれだけの話っていうかね、
クレームやないけど、まあ、クレームなんかな。こうやって動画上げさせてもらっとってね。で、なんちゅうクレームやない。まあコメントでいろいろ文句言われるんですけど、まあまあそれはいいんです。いいことないけど、まあまあね、あれなんですけどね。そのなんちゅうの風当たりが強い。あの特にね、塀の塀だ特にでもないね。塀をこきますやん。一尾って。その飯食いながら塀こいてそれを動画で流すというね。その風当たりが結構強いね。結構怒られますね。ね、あと生活保護になってからね、生保になってからも風当たり強い。結構ね、文句言ってくるやついてますわ。働けよみたいなね、お前何ちびっとんねんみたいな。ほんまに生活保護になってから特にほんま風当たり強いかな。ほんまに何なんでしょうね。まあええけどね、別にね、はい、何なんかな。まあいろいろあるんやろね。お前特になんか血税とか言うてくれそうしね。私も納めとるっちゅうね、税金収めてきたっちゅう ね、知らんけど、ほんまその言いたいやつクレーマーやね、俗に言う。もうそれ言うのが楽しみだね。そのヤフーとかでもなんかコメント入れれますやん。もうほんまにめっちゃ入れてますやん、あのコメントも。まあ悪いコメントばっかり。なんかでも頭はいいんやね。だからこうなんか一緒にワイワイガヤガヤアホ言うてっていうコメントやったら楽しいですやん。それは飽きません。そのなんせ文句言うやつを探してね。んでなんちゅうの、まあそんな感じで、もうよう分からんけど、はい、風当たりが強い。みたいなね、はい、っていうことで全然呼ばれてまへんけど、まあこれぐらいにしといたろうかっていうことで、いつもありがとうございます。失礼します。以上、そうで チャンネル登録してね。